ヒレオさん。はい。約束の時間にちょっと遅れたでしょ。うなちゃんが遅れたんですけど。違うよ。9時に予定してたの。あ、違う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 。23時半今。遅いよ。違う、うなちゃんが走ってたからこの時間になっちゃう。違うよ。ヒレオさん全然連絡なくなって急に失踪したんよ。違う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 。いや、ほんと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 。ほんとだからね。ずっと。ほんと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 。ほんとほんと。いや、違う、嘘嘘。寝てたんでしょ、どうせ。寝てたんでしょ寝てたんでしょ違います。じゃあ何してたの？ご飯を食べていたら、急に記憶がなくなって、今に至ります。寝てたの。ヒレオさん、はい、フェスが近づいてきたんですけど、はい。ヒレオさんって今草タイプになれるんでしょ？はい。うん。フェスは草チームに登用してたんですけど、まあ、せっかくなので、うん、もしもポケモンの種類、ヒレオさんがポケモンの草タイプ、炎タイプ、水タイプになったら、どんな鳴き声で鳴くのかなっていう。おー、なるほど。鳴き声ですね。はい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 。それではまずはヒレオさんのフェスのチーム草タイプの鳴き声からお願いします。はい。本当に泣いてるやん。草タイプ泣いてるだけじゃん。もうまあいいや。それでは次に炎タイプのヒレオさんお願いします。はい。え？笑ってるだけじゃね？え？本当にこれでいいのか？じゃあ最後に、水タイプのヒレオさん、お願いします。え？え？これがヒレオさんの、あれが、ポケモンになった時の鳴き声か。そう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 。今までとあんま変わんないから、今までポケモンだったのか？え、違うよ。え？え？何だったの？じゃあ。僕はボグだろ。じゃあ、うなちゃんもやってよ。うなちゃんもやって。うん。いいよ。じゃあ、草タイプの鳴き声をお願いします。ふらふらふらわー、ふわ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 ー、ふらふわふわー。はい。次に、炎タイプの鳴き声をお願いします。ブルキーノ、ブルキーノ、ブルキーノ、ブルキーノ。はい。次に、水タイプをお願いします。カッパ、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 カッパ。最後に、うなちゃんの鳴き声をお願いします。え？はい。え？ヒレオさん？はえ？言葉にもできないのか？